柴田誠です。ポラスの訓練校を2年間、勉強してフレーマーセットアッパーを経て現在社員大工として日々住宅の施工をしています。分譲住宅は図面が 100% 完成しているものなので、その図面に合わせてそれを 100% 再現できるようにっていうのを心がけています。注文住宅は図面は 100% できているんですけど、やはり施主さんが現場を見に来て、あ、ちょっとこうしたいなとかっていうリクエストが結構あったりするので、自分からもこう答えを聞き出したりとかっていう違いはあります。僕が心がけているのは、玄関、まず家入って最初に目につくのが玄関だと思うので、木と木がくっつくところだったり、段差の部分は結構きれいに施工できるように、この梁太すぎるだろうとか、この材料細すぎるだろうとか、なんかちょっと気になるところが、何もない家が本当に素晴らしい家だと思っているので、自分が普段通ってる道とかでポラスの住宅が立ってるとか、自分が建てた家が明かりがついてるとか、なんかそういう風景を見たりすると、嬉しいなっていうのと同時に責任感もさらに湧いてくるなっていう感じですね。大工の仕事はすごく大変ですけど、お客さんの一生に一回の買い物に携われるっていう、自分で作れるっていう素晴らしい職業なんじゃないかなと思います。